皆さんこんにちは、指揮者の園田隆一郎です。2022年新しい年の1月10日に愛知県碧南市エメラルドホールでオール・ドボルザークプログラムのコンサートを指揮します。ドボルザークのシャニクサイ序曲、そして名曲のチェロ協奏曲、そして、皆さんご存知の新世界よりの交響曲3曲を指揮します。まずは若いチェリストの佐藤慶奈さんとの初共演もとても楽しみですし、あとは私も関西のオペラですとか、あとコンサートで何度もご一緒している大阪交響楽団と共演できるのもとても楽しみにしています。大阪交響楽団の皆さんはそうですね、こうすごく熱い歌心を持った重厚な演奏をするオーケストラなので、ドボルザークにはぴったりじゃないかなと今から思っています。私自身小学校の1年生から高校を卒業するまで愛知県の春日井市に住んでいたことがあるので、またこうやって愛知県で指揮をできるのをすごく嬉しく思っております。では1月10日碧南市のエメラルドホールでお待ちしております。